はい、えー、この問題はですね高渦、えー、の平成17年の、ね、DDI ですなその問題です、えー。これちょっと難しいですよねどれかどの公式から出したらいいかわからんのでね私はねこれ、えー、一番をですね、えー、変形しましてねで、えー、これはもう RA にならんというのをですね、えー、順番に。 えー、探してね。結局五番がね、えー、該当するということがまあわかったんですけどね。まああのめんどくさいですけど、そうでもせんことにはですね、どの公式から出出るかねわ、えー、かりませんでした。<laughs> えー、逆にね、えー、まあ五番をですね。 逆からあ計算してここに答え書いたのっていうのがあの本音です、はい、あの5番という答えをもう <laughs> 言ってしまったんですけどね結局はあのあれです RA と V の BE と RE ですね、えー、これの絡みいうことが分かりましてでまあ第からですねベータがあー IB 分の IC。 それから A ですね、これが IB 分の IA ということですね。それで、えー、こ,こ,これが隠れてるんですよね。エミッター電流はベース電流とコレクター電流を足したもんやということですね。これがあ、まあ、隠れているということで、えー、ここの関係をですね、えー、書きました。RA×IA はですね RE の括弧の IE ですからここをまあ IB プラス IC にしますね。 それとと。の、BE、を足したもんやとでこれを RA に変形しまして3式を作りましたねこの3式の、えー、分子ですな、えー、分子の IB プラス IC のところですね IB プラス βIB ですね、まあ、1式を変形して入れたとそれから次の式がですね、分母の IA をですね2式を変形して βIB を入れたと。 えー、こういうことになりまして、五番ですね。これはちょっとあの時間内にやるやろうと思ったらですね、えー、ちょっと焦りますな。はい。